女子ゴルフの海外メジャー今季第4戦、エビアン選手権は14日、フランスエビアンリゾート GC、6527ヤード、パー71、で最終ラウンド、R、が行われ、1打差の2位タイで出た古江彩香、富士通、が通算19アンダーで樋口久子、渋野ひな子、佐藤優香に次ぐ日本勢4人目の海外メジャー制覇の快挙を達成した。優勝の瞬間、 見守っていた日本勢が駆け寄り、ドリンクをかけて祝福。そのうち一人との抱擁が特に感動を呼んでいる。仲間たちもこの瞬間を待っていた。最終18番、古江がイーグルでウィニングパットを沈めると、西村優奈、西郷真央、勝南、山下美桜ラグリーン脇で見守っていた選手たちが一斉に駆け出した。ドリンクを古江に浴びせて祝福。そして、 西村は両手を広げると震えを抱きしめ、抱擁を交わした。二人は国内ツアーで、プラチナ世代、と呼ばれる2000年度生まれで切磋琢磨してきた間柄。そんな関係性を知っている日本人ファンは感激を隠せない。LPGA ジャパン公式インスタグラムがその様子を紹介すると、投稿には、ゆなちゃんとのハグ、泣ける、ぐっとくる、感動で涙が止まりません。 自分と戦うスポーツだからみんなで祝福できるんだろうね、などの声が続々。古江は日本人4人目の海外メジャー V はありえないくらい嬉しいです、と語っていたが仲間たちの祝福もその喜びを増幅させていたに違いない。